衝撃 No. アンダーライン I はセンターが3人従来のアイドル像を覆す革新的なグループセンター固定概念を覆す No. アンダーライン I の3人センターシステムが話題にエンターテインメントの世界ではしばしばグループの中心人物をめぐる議論が起こることがあります特にアイドルグループにおいてはセンターの位置が重要視され そのポジションをめぐってファンの間で熱い議論が交わされることが多いです。しかし、n、no. ンバーアン Underline というグループにおいては、この議論は少し異なる様相を呈しています。ここでは、3人のメンバー全員がセンターを務めることができ、そのために特定のセンターが存在しないというユニークなダイナミズムがあります。n、no. ンバーアン Underline のファンたちの声を聞くと、 誰がセンターであってもグループの魅力は変わらないという強い信念が感じられます例えば神宮寺勇太のファンは彼が右にいても左にいてもどこにいても彼への愛は変わらないと言いますこのようにファンたちはメンバーそれぞれの個性や魅力を尊重し彼らがどのポジションにいても応援し続ける姿勢を見せています実際に n バーアンダーライン愛は3人のメンバーがそれぞれ異なる強みを持ち お互いいをを補完しし合うことで最高のパフォーマンスを生み出しています平野翔はグループ全体を高みに導くリーダーシップを発揮し岸優太はその安定感と優れたパフォーマンスでグループを支えています神宮寺優太はその独特の魅力と存在感でファンを引きつける力がありますこの3人が揃って初めてナンンバーアンダーアダライン i のパフォーマンスが完璧なものになるのです興味深いことに ファンたちの間では、センターの位置に対する個室が見られないことが一貫しています。これは、彼らがナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスや音楽そのものを楽しむことに重点を置いているためです。例えば、あるファンは、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスはお互いの強みや魅力を引き立て合っているので、誰がセンターでも違和感がないと語っています。彼らは、 センターの位置が固定されていないことがグループの大きな強みであると感じているのです。さらに、ナンバーアンダーラインアイのメンバー自身もセンターの位置にこだわらない姿勢を見せています。平野翔は、センターにこだわらずにグループ全体の成功を目指す姿勢を持っています。彼は、誰がセンターでも、グループ全体のパフォーマンスが重要だと強調しています。このようなリーダーシップが、 ナンバーアンダーラインイの他のメンバーにも影響を与え、彼らもまたセンターの位置に固執しない姿勢を示しています。このような姿勢は、ファンにも影響を与えています。ファンたちは、メンバーそれぞれの個性や強みを尊重し、彼らがどのポジションにいても応援し続ける姿勢を見せています。例えば、あるファンは、私は昔から強火の死輝いたんですが、 将軍が右でも左でもどこでも彼がいる場所が私の中でセンターだから、どこにいても問題なしです、と語っています。このように、ファンたちはセンターの位置に対する個室を捨て、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスそのものを楽しむ姿勢を持っています。さらに、ナンバーアンダーライン愛のセンターの位置に対する柔軟な姿勢は、彼らの音楽やパフォーマンスの多様性を生み出しています。曲によってセンターが変わることで、 異なるるる視点や魅力をファンに提供すす。ことができるのできの例えばあるファンは曲によってセンターが変わってもいいと思ってます。お互いのことをリスペクトしてる3人だからねと語っています。これは彼らがそれぞれの曲やパフォーマンスに応じて最適なセンターを選ぶことでより豊かなエンターテインメント体験を提供していることを示しています。 ナンバーアンダーラインアイのセンターの位置に対する柔軟な姿勢は、ファンたちにとっても新鮮で楽しいものとなっています。例えば、あるファンは、ナンバーアンダーラインアイになってから立ち位置が変わってるのを見ても逆に新鮮味があって楽しめています、と語っています。このように、ファンたちは固定されたセンターの位置に固執せず、変化を楽しむ姿勢を持っています。これにより、 ナンバーアンダーラインアイは常に新鮮で魅力的なパフォーマンスを提供し続けることができるのですナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれがセンターを務めることができるというユニークなダイナミズムは彼らのグループとしての強みを強調しています例えばあるファンは3人とも唯一無二の強みがあるのでみんなセンターだと思いますね3人ともセンターを張れることはグループとして最大の強みですと語っています これは、彼らがそれぞれの強みを最大限に発揮し、お互いを補完し合うことで、グループ全体のパフォーマンスを高めていることを示しています。このようなナンバーアンダーラインアイのアプローチは、エンターテインメントの世界においても革新的なものです。従来のアイドルグループでは、センターの位置が固定され、そのメンバーがグループの顔となることが多いです。しかし、 ナンバーアンダーラインアイはこの伝統的なアプローチを超え、全員がセンターを務めることで新たなダイナミズムを生み出しています。これにより、彼らはファンにとって常に新鮮で魅力的な存在となっています。ある日、私が SNS を眺めていると、ある投稿が目に入りました。それは、ナンバーアンダーラインアイのセンターは誰かという問いかけでした。平野省神宮寺 キシユタという3人のメンバーからなるナンバーアンダーライン愛。この問いかけは、多くのファンにとって非常に興味深いものでしたが、実際のところ、誰がセンターであっても問題ないという声が大多数を占めていました。あるファンは、神宮寺誕ですが、神君がどこにいても神君は神君。3人でいることが大事なんです、と述べていました。また、他のファンは、 曲によっっってててセンターが変わってもいいいと思っています。お互いのことをリスペクトしている3人だからねとコメントしていましたこのような意見は No.1&i のファンたちがグループのメンバー一人一人を等しく愛し尊重していることを示しています実際 No.1&i の3人はそれぞれが唯一無二の強みを持っています平野翔はその華やかなビジュアルとカリスマ性で多くのファンを魅了し ジング優ジ・ユタはその優雅なダンスと深い歌声で魅力を発揮していますそして岸優太はその安定感とリーダーシップでグループを支えていますこの3人が揃うことでナンバーアンダーライン・アイは最強のグループとなるのですナンバーアンダーライン・アイは誰がセンターでも違和感がないと多くのファンが口を揃えている理由はここにあります平野翔も神宮寺優太もガン・ユタも それぞれがセンターを務めるにふさわしい存在であり、互いの魅力を引き立て合っています。そのため、ファンたちは誰がセンターであっても納得し、応援し続けるのです。あるネットニュースでは、ダンスがうまい男性アーティストランキングでナンバーアンダーラインアイが1位と報じられました。このニュースは、3人のパフォーマンスがどれだけ優れているかを示す一例です。翔くんはグループ全体で高みを目指しており、 その姿勢は以前から変わりません。ナンンバーアンダーアダラインアイのパフォーマンスは、3人それぞれの強みや魅力を最大限に引き立て合っているため、誰がセンターであっても問題ないのです。過去においては、センターという役割が非常に重要視されていました。しかし、ナンンバーアンダーアダラインアイのようなグループでは、センターの固定観念がなくなりつつあります。ファンたちは、 三人それぞれがセンターで成り立っていると感じており、それぞれが持つ存在感や華やかさを認識しています。平野翔もセンターにこだわっていないようですし、岸優太や神宮寺優太も同様です。このようなグループのあり方は非常に平和的であり、ファンたちもそれを支持しています。三人ともセンターを務められるということは、グループとしての最大の強みです。ファンたちは、 誰がセンターでも最強なのがナンバーアンダーライン愛という認識を持っており、それぞれが自分の推しを見て楽しんでいるのです。